ライバルですか。そうですね、今はやっぱり毎回ホールショットですか、予選1位で通過してる平坂さんがマシンも速いしライダーも乗れてるなっていう、ま、乗れてるなって言い方あれですけど、ただそのやっぱり毎回ホールショットで来るんで、やっぱ手強いなっていうか、スタートで自分は前出たいなっていうのはあるんで。まず平坂さんに一言、自分が前は多分出れないと思うんですけど、後ろから頑張って追いつくんで待っててください。さあコールが出ました。エンジン始動、ライダーポップダウン、シグナルが赤から間もなく青に変わってゲームオーブンスタートを切ってきた。さあ飛び出してきた、バックホールスタート、勝利への近道、先に先頂するのはどのライダーとなるんでしょうか。さあインコースのトップ、アウトコースのトップがファーストに一緒に飛び込んでいく。そして高枠から好スタートを切ったのはオレンジのマシンまで決めた99番平坂優勢、クラーレシグからファーストに一緒に飛び込んでいく。先に入ってきた、これはシグが前サウンドマシンか。さあそしてホームストレートに戻ってくるトップライダー、さあトップグループが戻ってきた。これはなんと小原コスが久々の参戦、こちらからまず少し出始めるのが高橋小原、もう少しこれに戻ってくる、さあ松笠が上がってきた。そして桜井ダンスもここに潜んでいる、上位に生き残っている77番の石川君明。さあこの ABC の若者でプロスキーの若武者、久々の参戦となりますが、さあ小原がなんとかトップを守りきっています。そして平坂続く、攻めてくる片山塚さん、しかして片山現在まだ3番で逃げ切れるか、セカンドキープなるか、平坂雄介それを売り込んできた片山塚さん、そして17番目にセカンド争い、さあ先にダウンして大きく外全速ダウンを決めて、片山司が一気にここで2番で浮上となりました。ホームに戻って直線コース、そして V 字を続く片山司の後ろ入る平坂雄介ですが、なんと最後はもう一度外からアウトコース、そして最後は分かれてきた片山司。さあそして平坂もインコース、シグが先に入ってきた、アウトコースから小原と千秋がしっかりとここでマーク、そして平坂の前には片山がいる。さあ片山司が先に15番 V を通過、そしてチェッカーフラッグはホールトゥウィーを見事決めてきた、チェッカーナンバーパパ小原と千秋、レーシングスポーツクラブメイエントップフィニッシュ。そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありました。さあこの第7戦は勝ちましたね、勝った、まあ、これからああいう子が出てくると思うので負けないように頑張っていきます、ありがとうございます。本当にどうはるくおめでとうございます。